3連戦の最後になります、はい、浦和戦です。どうですか？結構しんどいです。で、あと2試合目の試合内容によりますよね。なるほど、なるほど。あそこでどうできれば次の試合もあるしっていう、まあ、僕は計算しちゃうタイプだから体力の自分のね、うん、あるはないがあるんで、もうない分だけちょっと計算しながらっていうことになるんで、まあ、2試合目の展開次第にはなると思いますけど、結構しんどいと思います。だから最初から行くのか、最後まで持つのかとかっていうことになると思いますけど、浦和も走れる選手多いんで、多いですね、若いし、そしたらその辺の体力勝負になるかもしれないし。まあでも外せない選手も多いし、そんなに大胆にターンオーバーは使ってこれないですよね。そうなんですよね。そこが FC 東京の今、難しくなっているところだと思うんですけど。浦和は戦い方的にはどうですかね。メンバーをうまくこうターンオーバーしてくる可能性とかありそうですか。浦和はあるんじゃないですか。逆に結構フラットにやっぱりリカルド・ロドリゲス監督は選手見てると思うので、あんまりこう試合によって重要性があって序列があるっていうふうには見えないですよね。だから思い切ってあれ主力なのにベンチなんだみたいなのも全然今季あるんで、まあその辺は大胆に采配してきそうだな、逆に読みにくいな先発っていうふうには見えます。あのスペイン人監督ってこう結構フラットに見るんですか、みんなを。見ると思います。結構これ組み立てて決めて組み立てていこうというより、いろんな選手を使いながらというか、フラットに見ながら。全体的に組み立てていくみたいな感じですかの方が多いと思います。というのはスペイン人、まあ、これ日本人以外の気質かもしれないですけど、そうやってある程度早めに序列とか固定化すると、もう選手のエゴとかコントロールしきれなくなっちゃうんで、もう俺は絶対レギュラーとかって言ってちょっと力の選手もすぐ出てきちゃうんで、常に競争するっていう意味では本当に今例えばスペインのクラブも非公開でメディアシャットアウトしてるのに、もう試合直前のミーティングまでスタメン言わないって監督ばっかりなんですよ。だからそれぐらい競争を逆に煽るっていう監督の方がスタンダードになってますね。結構ブラジル人だとね、もう紅白戦見たらメディアも分かるじゃんみたいな、相手も分かるじゃんみたいな多かったですけど、今は本当に分からないですよね。選手も分からないから、まあそういう点では。まあいいというか、まあ選手のモチベーションは高くなるかなっていう、そう考えると浦和は。結構生き生きしてるみんなが、っていう気がしますけどね。まあ調子は出てないにしても、僕は全然こう問題ないというか、FC 東京からしたらちょっと怖いチームかなとは思いますけど、やっぱりロドリゲス監督自身のキャリアがもともと選手としてとか監督として知名度とかそのプロとしてバリバリのキャリアがあったわけじゃなくて、結構叩き上げでこうアマチュアとか育成もやってるので、やっぱりそういう意味では。こう柔軟な戦い方をしないと勝てないようなチームを常に率いてきたっていうのがあるので、やっぱこの裏に来て初めてこうようやく自分がいろんなことをやれるような戦力があるみたいなチームを持ってると思うので、まあ、そういうこうキャリアも関係してるかなと思いますけどね。なのでいろんなポジションしたりとか、そうそうそういろんなでもただ来るから、つなぐ時は気をつけなきゃいけないし、そしてそのプレッシャーのままの勢いで来るんで、やっぱここはねこう気をつけなきゃいけない。もう本当トランジションじゃないですけど、そこしっかりしないと苦しくなると思いますね。あとスペイン人監督で結構共通点っていうと、スペインのサッカーって攻撃的とかバルサのいい時のやっぱり黄金期があるので、そういうこうボールを持つとかってイメージなんですけど、やっぱりその時代からスペイン人監督が何言ってたかっていうと、バルサのペップ・グアルディオラ以外はみんな敵ライバルなわけじゃないですか。だからあのチームをどう止める、どう守るかっていう思考なので、むしろ攻撃よりも守備のことを考えて育ってきたこの10年のスペインサッカーなので、意外にこう戦術的で守備的な思考を持つ監督の方が多いっていうのは実情としてあるので、まさに浦和の今のリカルド監督とかアルベル監督は本当に本家本元のバルサで生まれ育った方なのでまあ攻撃、ただやっぱバルサでもいい攻撃するためにいい守備をするとかね、いうことを考えているので、意外にだからそういう意味では結構守備のことをしっかり考える監督は今の特に J リーグなんかは近年、まあロティーナ監督もそうでしたけども多いかなという印象はあります。アルベル監督がよく言うのがですね、ボールとともに守備をするというのは、表現をするんですけれども、そういうふうに考えると浦和は逆にそこを引くのか、それともそこに対して前から奪いに来るのか、なんか似てくる気がするんですよね、似てるというか、だから多分つなごうとするだろうし、そしたらこう方向を限定しながら多分もう。全体がバーッとこう限定させながら取りに来るでしょうし、うん、でパッとこう抜かれた瞬間にさっとブロック組んで、うん、結構回させてから奪ったら行こうみたいなこともできるんで、うん、やっぱこの辺のサイドの相手の立ち位置とか、うん、もう人によっては違うね。勇気が勇気じゃない秋元がどこに出てくるかによってもまた方向性違ってくるし、その秋元がどこかっていうのは僕は注目してるのは秋元注目してて、どこに置いてくるか、置いてくるかによって結構プレッシャーのかけ方が違うし攻撃のスピードアップも違うんで、いやこれちょっと見とかないといけないよねっていう気はします。モーベルグは結構厄介ですね。嫌だと思うな。結構時間作ってくれるし、こっから入ってきてシュートあるしでね、何でもできちゃうんで嫌ですね。だから足元にも入れさせたくないけど裏も取りますからね、僕ね。いやらしい選手ですね。多分どこで出てくるかにも本当によるから、この辺りで出てこられたら嫌だろうし、交代なのかにもよると思いますけど。でも僕は守備のこと考えたらディエゴで1人でなんとかできんじゃないかと思ってるんで、ここをうまく起点に使いながら相手をリアクションさせればいいのかなっていう気がしてます。今の裏は今シーズン見てると、さっき福西さんがおっしゃったようにプレッシャーは出るんですよ。でもそれ剥がされた時の戻し方は今の J1 で一番僕は早いなと思ってて、すぐに組織整えるのはものすごく早いんですよね。で特に伊藤と岩尾のボランチのラインがスッてこう戻せるんで、そこは徹底されてるなと思うので、こう行って剥がされた終わり、あとディフェンスラインに任せてねじゃなくて、何度ももう戻せるっていう意味では、だから川崎も相当やっぱり剥がしてもすぐ戻られるんで苦労しちゃうみたいなのがやっぱありましたよね。しんどまた今のサッカーいや今のサッカー本当しんどいなと思いますよね。でもそこを崩せてとか、そこを崩して後のスピードアップっていう点ではもう行き切ってもいいかもしれないですね。いつもちょっと戻してどうこうこうこうっていうのをすることもよくあるじゃないですか。そうなると結構ブロックしっかり組まれるんで、もう行き切って肌打ちも行き切ってみたいな、シュート打ち終わってとかの方がいいかも。で少しこぼれたところ、相手が戻っている分こういう人たちが拾って。もっともっと相手を走らせるっていうこともできるかもしれないんで、なんかそういうね変化もあったら相手は崩れやすいかもしれないですよね。少しこう懸念点っていうか、ここで抑えなきゃいけないんですよ。その代わりある程度トップのこうちょっとサポートができないよって言ったところ、例えばね攻めてっていう時に、そうそうそう、こうまた一回パーンってスピードアップされた時に、スピードがある程度ねちょっと厳しい2人だと。次の対応っていうのが心配になったりするんで、ここで抑えることができるんであれば、僕はもう全然厚みのあるこう心配のない展開になるんじゃないですか。でも結局確かにそこをユンカーとか秋元を置いてやってくると、これはいやらしいっていうか、重要なところをどれだけ抑え込めるかっていうことなんじゃないですかね。この中で東京のこの試合でのキーマンになりそうな選手を挙げていただくとどうでしょう。僕から言わせていただくと、僕も前線の3人で FC 東京の今季見てると、その J リーグが結構ハイプレスいって、逆にそれを裏返すカウンターって結構長くなってるんですよ、傾向として。ロングカウンター、ロングボール使った。その時の例えば3人で、あるいはもう1人で成立させるカウンターって僕 FC 東京が今一番強みあると思ってるんですね。逆に浦和はこれ浦和悪くちょっと言っちゃうかもしれないですけど、浦和はどうしても前線が最初ユンカーがいないとかっていうのもあったんですけど、こうハードワークできる選手を置いてる分、関根とか小泉とか小柄なので、1人でパワーでスピードで持っていくみたいなカウンターが成立しないんで、意外に守られちゃうっていうのがあるので、そういう意味ではある程度ロングフィードでちょっと起点作って厚み持って攻めなくても攻めきれるこの3人かなと思ってますし、そこに長井もいますし。こう三田が入ってもいいでしょうから、そういう意味では少人数でも点取れちゃうよっていう FC 東京は、僕は逆にボールを持つ上ではかなり相手に脅威を与えると思うので、そういう展開でも OK じゃないかなと思って見てます。いいね、なんか試合が思い浮かぶね、こうだってディエゴ1人だけ点取れちゃうじゃないですか。2人でも取れちゃうんですよ。うんって今までもそう見てきたからね。だからこそ勢いはやっぱりそのままの勢いを使えてる分ではいいかなと思ってます。逆にそれが出せない時に悩むっていうか、停滞するっていうか、そういうところはねあるんですけど、でも今までやってきたことやった方がって言った方がね、やっぱり選手としてはやりやすいし行きやすいんで、それが出る場面が増えればいいなとは思いますけど、まあ僕は今年の FC 東京の注目の一人がこれなんで。おおここなんで抜群にいいですもんね。抜群にある程度打たしていいんじゃないっていうぐらい、そうするとやっぱプレッシャーかけに行きやすいっていうので、もう少し僕は信頼してもいいかなっていう感じ。やっぱここの信頼感あると全然対応違いますか？全然違います。もうシュート打たしていいと思うんで、ある程度でここ切ってますよっていう、やっぱりそこでそうしたらまた抜かれるとか、相手キーパーが嫌なことがなくなってくると比較的もうじゃあ取りましたっていう次の攻撃に行けるんで、ここじゃないですか。だからオープンな試合になるかもしれないし、そういう時にはじゃあキーパーの重要性っていうのが、まあね、浦和もまあ強いキーパーいるし、こういう展開にはなるんかなと。はい、思いますよ。だからこれは大きな僕は補強だと思ってるんで、はい、久保は大事ですか。キーパー今大事ですよ。足元ばっか見ちゃうけど、シュート打たして OK みたいな、これはね、違うんですね。もう全然違いますよ。はい、僕この3試合でもうある程度決まると思います。今シーズンの行方っていうか、あと選手のやり方、持っていき方、自身のねっていうのを考えたら、飛躍するのは俺この試合じゃないかっていうぐらい。だって不安の中キャンプしてきて、で新しい監督で選手の立場からするとですよ。で、まあ難しい中でもやりつつ、じゃあ、この結果をある程度残してきた中で、ここでパパパーンと勝って、じゃあこれでいけるやんっていうこの自分の次への向かい方っていうのができると、僕は飛躍的にベースができる。だってなると、もう FC 東京はこれまでね、もう優勝せないけないでしょっていうところを来てるわけで、だけどここで変革させたっていうところをやっぱり土台をしっかりさせて、本当優勝向けてやらなきゃいけないっていう土台作りが僕はできるかなと思ってますんで、非常にもうこの3試合で今後の FC 東京が分かるんじゃないですか。期待しちゃいますね。あとセンスそうか。アルベル監督に怒られますよ。そんな期待膨らます。煽るなって。まだ 20%、30% なんだけどみたいな。苦しむ1年っていう形ではずっと言ってはきてますけれども、僕思ったよりね早くて、いやそうですよね、もっとダメかと思ってたんですよ。もう怒られるかもしれないですけど、あんだけね主力もちょっとね欠場しちゃってた苦しい中で、まあそれが逆に言うといいなんていうんですか、素材が見つかったじゃないですけど、しっくりきた、それで結果出てくるってなると、やっぱこれベースにしていくでしょうし、そこであとは経験のある選手たちが周りを支えているっていうことを考えたら、まあ若い選手もやりやすいでしょうし、いいチームのなんていうんですかね、出来上がり方ってなってくると思いますから、あとは重要なところにやっぱもう2チーム分あるかどうかとか、ここまで走るとしんどいんで終盤きつくなるね。 FC 東京得意の終盤ちょっと失速みたいなのがね、得意じゃないか、よく見てきたけど、そういうのがないようにしていってもらいたいんで、楽しみではありますね。まあ本当選手は大変だと思うんですけど、見る側からするとこんなこうまあ優勝できそうなチーム相手に1週間で3試合やって見れるっていうのも楽しみでしかないですよね。その上でまあ福西さんおっしゃるように、やっぱこの3連戦でのまあもちろん結果によって期待が膨らむ可能性もあるし、ちょっと今シーズンは難しいかもなっていう立ち位置に戻るかもしれないですけど、でもアルベル監督が僕も新潟時代に取材して話していたのは、やっぱり自分が残したいのはもちろんタイトルとか勝利であるんだけれども、それ以上に自分がいなくなってもスタイルとかコンセプト、クラブの遺産をやっぱり残したい、レガシーをちゃんと残したい。だから今アベル監督が勝っても本当にまあ抑えてまだまだだからっていう日々の成長プロセスが大切なんだっておっしゃってるのはまさにそこだと思うので、アルベル監督はいずれまあトップチームの監督なので、まあ成績も含めてね抜けることはあると思うんですけど、まあ、アルベル監督がいなくなった後も FC 東京のサッカーってこうだよね、やっぱり下部組織もいいし、でやっぱり資金力もあってクラブとして東京ってポテンシャルも使って、まあ、J リーグの中ではこういうクラブだよねっていう、まあ、その中でこういうサッカーしてくれるよねっていうところを残す今本当に旅の途中どころか始まったばっかりなんで、まあもちろん期待したい、これ3連勝してもらって優勝候補今シーズン行きますよって言いたいところであるんですけど、まあちょっとそういう立ち位置で冷静にも見たいなっていう、まあ見て本当に楽しめると思いますんで、まあそういう皆さんのまあ本当に3試合楽しみにしてもらいながらも、結果にあまり左右されすぎずに、まあ3連勝したら浮かれましょう。でもまあそこは一瞬の浮かれでいいと思うので、で本当にもうやっぱり今シーズンだけじゃなくて長期のプロジェクトでアルベル監督が来て、本当にスペイン人監督、まあ、アルベル監督はカタルーニャの、特にスペインのサッカーをこう形成したカタルーニャのバルセロナの本家の人なので、そういう人たちが言ってるのは、その自分たちは雇われて勝たせるために行くんじゃないと、そのクラブに何を残せるのか、フィロソフィーやコンセプト、だからプロジェクトが一番重要なんだって、お金じゃないって常におっしゃってるんで、だからそういうために来ていただいている監督だと思うので、まあその長期的な中長期的なスパンでこう見て、いなくなった後も残るかどうかっていうところを皆さんに FC 東京のファンサポーターの皆さんには見ていただくきたいなと思いますんで、ただまあね、当然勝ったら喜びましょうっていうような一戦になると思うので、楽しみに見ましょう。ありがとうございます。今日は、福西さんと小沢さんにお越しいただきまして、この東京にとって大事な3連戦、プレビューしていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、答え合わせもしたいですね。まあね、答え合わせしたいね、確かに。